現在仙台市が行っている伊達のうまいものを紹介するキャンペーン、伊達うま。そのキャンペーンに便乗し、伊達うまを勝手に応援しようと結成された撮影隊、我々伊達うま勝手に応援団。前回は伊達うま PR 大使就任式があることを聞きつけ、 PR 大使になる仙台が生んだ大スターに会いに仙台市役所へ。大使就任おめでとうございます。な、仙台四郎みたいな人いる。あ、どうも、平成の仙台四郎です。記者会見では、How do you plan on English, Japanese, Japanese, okay? How do you plan on introducing Date Uma to the world? この Date Uma というのいいじゃん、一人通訳だったのか。これを機に後日、仙台市から勝手に応援することの公認を獲得。そして調子に乗った我々伊達うま勝手に応援団は、ある伊達うまの新商品が宮城県知事のもとへ表敬訪問するという噂を聞き、勝手に宮城県庁へ出向きました。ご一緒しましょう。はい、果たしてその伊達うまな新商品とは。そして宮城県知事の反応は、乾杯。一体何が？三二。本日は宮城県庁にやってまいりました。今日はここで牛タンによく合うお酒、これ絶品というものがですね、知事のもとへやってきているということで、我々伊達うま勝手に応援団がその表敬訪問を一部始終をお届けにやってまいりました。牛タン振興会の会長大河原さんと関係者が知事との面談のため調議室にいるということで、早速訪ねてみました。失礼いたします。失礼いたします。こちらです。たくさんの大人の人がいっぱいいます。大河原さん、大河原さん、大河原さん、こちらです。仙台牛タン振興会の会長で味の牛タンキスケの社長でもある大河原さん、仙台牛タン会のドン的存在。これから間もなく知事がこちらにいらっしゃるということですが、はい、もう宣伝したいなと思って。一緒に待つこと10分。こんにちは。どうも。どうも。いらっしゃいました。お世話になっております。すごいですね。さすが知事、我々を笑顔で迎え入れてくれました。突然の訪問なのに挨拶にも対応してもらい、いよいよ本題です。宣伝に PR という2009年に発売した牛タンに合う日本酒、これ絶品。この度七夕ボトルとして限定発売。その味わいは淡麗辛口でキレがよく、さらに膨らみのあるすっきりとした味が特徴。濃厚な仙台の牛タン焼きに最適な日本酒。実はこの限定ボトルのこれ絶品は一般流通されていないんだといいます。仙台牛タン振興会に加盟しているお店などでしか味わえないお酒。例外的にお店以外で飲んでいいんですか？行ってきました。ありがとうございます。お酒も好きで牛タンも大好きという知事、これ絶品と牛タンをいただきご満悦。ちなみに我々なんですけども、伊達うま、今の宮城県伊達うま、伊達うま、伊達うまを勝手に応援するという伊達うま勝手に応援団というのを結成いたしまして、それで応援団なんですね。そうなんですよ。いやもうね、こういう勝手にやってくださるのが一番いいんですよ。これは勝手に応援することを公認いただけますか？公認いたします。宮城県公認でありますんで。ありがとうございます。伊達うま勝手に応援団、宮城県公認。仙台市に続き、この取材で知事から直々に宮城県公認をもらいました。これ絶品。
気をよくした我々伊達馬勝手に応援団、次は宮城県議会へ訪問するというので皆さんについて行くことに。平成の仙台志郎と仙台志郎さん、はい、俺と体型似てるね。ありがとうございます。これ絶品と言いまして、これ絶品の紹介後、もちろんここでも、宮城県を勝手に応援するという伊達馬勝手に応援団というところで、はい、この、まあ、県議会として公認をいただけませんでしょうか。あ、ぜひこちらからお願いします。県議会からも公認、これ絶品。宮城県と県議会に伊達馬を勝手に応援していくことの公認を受けたお祝いも兼ねて、我々もこれ絶品牛タンと一緒にいただくことに。乾杯。うまい、うまい。なんか日本に行ってよかった。あー、おいしい。うん、これだけでも美味しい。これ絶品。うん、このすっきり感はまさに牛タンのいい深い味にぴったりあるんじゃないでしょうか。うまい。これからも宮城の伊達でうまいものを我々伊達馬勝手に応援団が勝手に紹介していきます。今回は牛タンに合う日本酒これ絶品でした。これ絶品、これが絶品、これ絶品、ピンピン。はい、OK、 もう一回飲み直そう。いいかあれ、伊達さん、一番美味しい。OK。